2つ目の質問として YouTube ですね、まあ、広告収入みたいな形で広告をつけれたりもするんですけれども、うん、鉄道会社に、まあ、還元した方がいいんじゃないかとか思ったりとか、うんまあ、だって主役は電車なわけで、まあ、担当職人に、まあ、その YouTube にですね、うん、動画電車の動画やあるいは音声をアップして広告収入を稼ぐということは果たして丸なのか×なのか、まあ、もしくはグレーなのか。まず結論としては、まあ、権利処理次第ですけども、まあ、白ではないかと思っておりまして、まあ、広告収入、それにお金を得るかどうかによって結論は変わりませんと、はい、いうことは結論なんですけども、権利処理がうまいこと言ってなくてグレーなものって多いと思うんですよね、はい、でグレーだった場合に、法律上お金取ろうが取る前がグレーはグレーなんですけども、権利行使つまりこれやめてくださいって言われる可能性が有料にしておくと非常に上がるというようなところが今からお話しすることの全体像なんですけども、はい、でまず権利処理次第っていうのは前の動画でご説明した通り電車 OK とか映ってるやつ OK とか、まあ、基本的に映り込みの処理でいいよっていう話したんですけど、顔はモザイクかけたりですね、それらを全部やってホワイトになっているならば有料でお金取っても全然構いませんということですね、これが一つ目で、はい、音声の話だったんですけど、基本的には音声それ自体にも著作物性があるので、例えばどっかで歌ってるやつが映り込みましたと、はい、あるいは社内放送だって一つの著作物なのでそれが入り込みましたと、うん、いう場合にその単に電車を撮っているあるいは電車の中を撮っていると、まあ、それがいいのかというのは鉄道会社との関係ですけど、はい、OK だった場合に、はい、その結果社内放送が紛れ込んでくるという場合には、前回申し上げた著作権法30条2の付随的著作物の利用っていうので OK ですと、だから音声の映り込みとか社内放送とかも別に気にする必要は特にないですと、ただもう社内放送だけをひたすら集めるっていうので、シリーズものにした時にはちょっと別途の権利処理が必要な可能性は結構あると思うんですね。駅とかに、ね、スピーカーにこうマイクを近づけてですね、まあ、それをたくさん集めて、仮にそのアップした時にはちょっとそれを狙ってるので、そうですね、これは多分未解決問題だと思ってまして、そう要は先ほど来言っている電車に映ってるキャラクターとかバスのラッピングの写真とかってずっと外にあって、いつでも見れるということ で、そうです、ね、まあ、そんな権利処理しようがないのでしょうがないじゃないと。音の場合はどうなのかというと、まあ、その彫刻とか建築物じゃないのでその今申し上げている権利処理規定には当てはまらないんですけど、まあ、趣旨は一緒かなとは思っていて、社内放送とかってもうみんなにバーッと聞こえるようにやってるん で、 そうです、ね、これが例えば誰かが録音してたら入っちゃうとかいうことは当然想定されているので、まあ、そこの趣旨が一緒だってことで、まあ、許される可能性はありますと、ただ一方でその付随的著作物ではもうないですね、その映り込んだんじゃなくてそのアナウンスを求めていってるってことはまさにその著作物を再生しようとしているので、新しくできた著作権法30条の2では多分救われませんと、なのでその外にずっと置いてる美術品だから OK ですっていう、まあ、権利制限規定の趣旨から守られるっていう話なのかどうかっていうことなのでグレーだってことですね。なるほど、私もちょっと今クイックに喋ってるだけなので、ええ、もうちょっと時間かけてお金払って弁護士に確認して白にしてからやるか、まあ、グレーのまま、まあ、黒ではまずないと思うので、チャレンジするかっていう、これはなんか微妙なところですね。そういったご相談も、ああまあまあ来たらね来たらね、まあ、もっと時間かけてしまえば結論は出せると思うんですけど、接近音っていうんですか、駅で流れてるやつは多分いけると思うんですよ。なるほど、これ もうラッピングされてる絵みたいなもんなんで、そこで撮ったら絶対入ってくるので、そうですね、ただもう車掌さんの喋りとかだと、はい、まあ、その人のまた個性とかも出てくるから守られる度合いが高まる気がするんですね。おー、ちょっとまあ話は飛んで、車掌さんの喋ってる様子を例えば撮影したとして、その声と顔がまた一致したらプライバシーになってくる。まあ、基本的に一緒ですね。ただ住人限度で考えますけど、一般の人が一般にこう普通に歩いてるのを撮られるのと比べると、まあ、外から見られる仕事をしてる人が普通に誰からも見られるところで喋ってるものなので、程度的には非常に低いというか、プライバシーって言うけどそれは見られて当然ということで、権利侵害になる可能性はもちろん比較すると下がりますけど、ずっとその日一日密着して、ずっとその人の一日朝来てこの電車乗ってずっと乗って昼飯ここで食ってで帰って寝ましたみたいな、そういう例えばドキュメンタリーを勝手に撮ったらトラブル侵害になる可能性ありますよ。私は当時ですね、もちろん勝手に誰か知らない人が YouTube に私の動画をアップしたことがありまして、やっぱりもしこれが嫌な人とか
で結構いると思うんですよね、うん、あのまあ、仕事中とはいえ勝手に車内放送をですね、うん、撮られてアップされたり、うん、運転している姿をこうアップされたりとか、うん、まあ、あの個人喋りはもう著作権の話でして、プライバシーの話はその仕事風景だけだったらそんなに発生しないと思いますけど、まあ、あとはそのちょっと間違えたりした放送をことさらおかしく編集して、ね、ひたすらその面白おかしくやると、まあ、普通に不法行為って言いますけど、今までの話とまたちょっとまた別軸の普通にあの良くないよねっていうのはいきなり法律っぽくない表現しましたけどいやいや、わかりやすい、すごい。あの最近出会ったのはやっぱりあの某鉄道会社さんの社長さんが、うん、なんか中指を立ててですね、うん、それを撮り鉄さんに、取られてしまった。それはたまたまだったかもしれないです。難しいですね。これねちょっと難しすぎてこの尺に全く収まらないんですけど、難しさだけお伝えすると、はい、表現の自由というのもあるんですよね、だからその表現して良くないよっていうのを世の中に知らせるっていうことも守るべきものではあって、でまあ、車掌さんも車掌さんで仕事中に中指を立てたのであればそれは事実なので、まあ、そうはちょっと争いがたいんですけど、まあ、そうでもないのにただ普通にパン食ってるところを撮られてなんか変に拡散されるみたいな、そういうのもいかがなものかということで、まあ、もうテーマごとですね、公益性があると認められやすいので、ちょっとすごい角度をたくさんの角度で考えないとダメなので、そうですね、まあ、著作権の切り口は簡単なんで、はい、処理しやすいんですけど、それをさらに面白おかしくしたとか、まあ、車掌さん的には当然拡散されたくないけど自分の落ち度でやっちゃったことを拡散した時にそれを止めれるのかといった時には、まさにあのテレビとかでもたまに聞くと思いますけど、まあ、表現の規制ですね、はい、規制側と表現の自由側の戦いになって、ここはもう憲法上の問題なんで、もう本当にパシッて決まらずに、はい、もうバーケースバイケースでってことになります。車内放送で、まあ、あの音鉄の方がですね、うん、録音して撮って、うん、まあ、上げて収益、広告収益も上げてる、うん、ということを、まあ、グレーだという話だったんですけど、例えばそれで鉄道会社が、うん、まあ、それを問題として訴えるみたいな、そういったことも可能性なきにしもあらず、法律上はなきにしもグレーなのであらずですけど、はい、現実的にはまあないかなと思ってまして、なるほど、はい、あのグレーなので負けると白になるじゃないですか、でそこはリスク通らないと思うんですよねって取ったらすまないんですけど、会社側の基本的な考え方としては実害があれば当然止めに入りますけど、はい、アナウンスが放送されるだけだと別に鉄道収入とか別にその乗務員が世の中に恥さらせになるでもないと、そうすると特に実害がないのに訴えてこれグレーだから負ける可能性あるわけですよ、取ってる人が勝つ可能性あるわけですよ、でこれ白になると、もう取られ放題になって余計拡散するので、実害が生じてなくてグレーだったら、まあ、現実的には権利行使は企業側はあんましないと思うんですけど、それで莫大な収益を上げてる人が出た時に、はい、それはちょっといかがなものかと、うん、まあ、会社側としてはお金欲しいとは思わないと思うんですけど、うん、もうその世の中の皆さん宛に発信しているアナウンスメントで、はい、たまたま最初にこうやって取った人だけがめっちゃお金取って、はい、そしたらここ金のなる気ってことでみんなマイクバーってやるようになってきて、まあ、業務に支障をきたしますみたいな話になったら、うん、まあ、著作権侵害で訴えるというよりもチケットを売る時の契約の中にそれをやめてくださいっていうのを盛り込むとか、そういう処理にすると思うんですけど、音鉄の方々の録音っていうのは、うん、こういった放送が素敵ですよとか、確かに確かにナイス放送みたいな、そういうことですね、こういうの素晴らしい放送があったよということで、うん、皆さんにこう紹介してですね、うん、まあ、そういったものに関しては鉄道会社側も特に確かに実害がない、害がないので、そうですね、最終的にはリスペクトを持ってやろうっていうことにも落ち着くんですけど、基本的にやっぱり鉄道ファンの方々は鉄道が好きで、うん、そういった撮り鉄音鉄をされてると思うので、うん、この鉄道会社ダメだみたいな言い方でやらなければ、そうですね、まあ、どっちもウィンウィンだと、そうですね、いうことですね、まあ、やりたいときは、まあ、そういういろんな権利侵害の可能性があるのでより慎重に、まあ、調べて確認してからやった方がいいよってことですね、画像をですね有料で売って商用アップ OK ですよみたいな、うん、ウェブのサイトとかあると思うんですけれども、うん、まあ、そういったところにただ写真を載せて、うん、いく分かインセンティブみたいなのもらったりすると思うんですけども、うん、まあ、それも基本的には YouTube の広告と同じような考え方、まあ、おっしゃる通りですね、まあ、権利処理がしっかりされていて著作権侵害ありませんよという状態のものはもうその取った人の財産ですのでネットを介して売るなりなんなりしても結構ですということになりますが、あのそもそもその写真を鉄道のホーム内で撮っていいのか問題って一番最初のところで、はい、撮るのはいいけどそれを商用利用しないでねとかが入ってる可能性があります、ね、うん、なるほど、でそうだとすると、まあ、撮ること自体はいいんだけれどその結果として出た著作物をお金に換えるっていうことは一番最初の写真撮る行為の前提を書くのでそこであのアウトになる可能性はありますけども、うん、
あのまあ、どこどこ鉄道会社許諾済みとか、うんうん、あったりする、まあ、もちろんあからさまにグッズを作ってですね、まあ、写真を使って、まあ、キーホルダー作ってですね、うんうん、売り始めたとなると、うんまあ、それはちょっとまあまた別問題ですね、なってくると思うんですけれども、うんうん、大事なこと言わせれたんですけど、お願いします。あの権利処理済みで全部真っ白になっているものなら皆さんの財産なので自由に使ってくださいと、はい、ただ、まあ、時間もなくて、まあ、自分のリスクでですけども、権利処理がグレーな時あると思うんですよね。あの音声とかいっぱい入ってるけど付随的とも言い難いなと。でもまあ会社のことをリスペクトする内容だしいいだろうというグレーな状態だけど、まあとりあえずアップしちゃうということは現実的にあると思うんですよね。でそのグレーだった場合に、そのグレーなものに対して、先ほども言いましたけど会社側とか第三者が権利行使するのかっていうと、まあ権利行使するのもお金かかるし手間もかかるんで基本は黙認されると思うんですね。まあ、寛容的利用という表現をするんですけど、厳密には著作権侵害だけど心から納得している、まあ、あのいわゆる同人誌とかそうなんですけど、まあ、それ売り上げにむしろこっちつながるし、はい、見えてるけどあえて行使しないとか、あるいは本当は嫌なんだけど、まあ、権利行使すると、まあ、なんていうかな、弁護士費用倒れとかになるから黙ってる人がいますと、うん、そういうグレーなものって世の中にむちゃむちゃ溢れてるんですけど、まあ、でそういう場合は法律上はグレーなんで、有料にしても無料にしてもグレーなままなんだけど、無料だからグレー、つまり無料だから権利行使されてないだけなので、これをネット販売してボロ儲けしてるってことが権利者に伝わると、これはちょっといかがなものかってことで権利行使される可能性あります。だから、YouTube の広告もそうだし、はい、撮った写真を有料で売るかどうかの話もそうなんですけど、有料か無料かで法律上の白黒の度合い、グレーの濃さは変わりません。変わりませんけれども、あえて権利行使できるんだけど控えている人がいる場合、つまりグレーの場合はお金儲けることによって権利行使される可能性が上がりますので、まあ、グレーな人は気をつけましょう。お金取るときは本当にきっちり権利処理してから取りましょうということですね。つまりは、まあ、本当はそこが一番硬い道ということですね、うんうん、本日は弁護士の井上さんにですね、鉄道に関する権利の話を伺いました。いやこれ皆さん知らないことだらけだったと思います。なんか不安事があればね、あの専門家の方に相談させていただいて、今後の活動をですね進めていこうかと思います。というわけでね、本日の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。じゃあね、バイバイ。